チーム関係あります。どこどこ？冬。あ、でもここはそんなにかかってないから気にしなくても大丈夫ですよ。なんかいざ言われるとあんまうりん。わかんないですね。そう。で、よくね、この手相、これ生命線なんだけれども、割と短めじゃないですか。で、よく人は生命線が短いと長生きできないんじゃないかって心配する人がいるんだけれども、決してそういうわけではなくって、しっかり入ってるし、生命線やっぱり長ければ丈夫っていう意味があるんだけれども、これね、運命線が補ったりしてるので、かえって元気で長生きできますよっていう意味もありますね。だから決して短いから長生きできないとかっていうわけではないです。だってもともと持ってる生命線もこんな長いし、